皆さんこんにちは。私は札幌フィラデルフィア教会のイスラエル菅と申します。今日は重度の認知症だった母が奇跡的に信仰告白をした、そのことをお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。まず私がクリスチャンになった時に、親族の中にはクリスチャンは一人もおりませんでした。私が初めてのクリスチャンでした。私はそのことを父に報告しようと思い、父に電話をかけました。すると父はしばらく絶句した後、お前のことは諦めると言いました。そしてその言葉通り、私は実家に行っても門前払いを受けるような状況になってしまいました。私には一番重い重度の認知症で、警察の世話にも3回にもなった母がおりました。それでその母が生きている間にイエス様を信じてほしいと切に願っていました。ですが実家には遠ざけられ、母に賛美を教えてあげることも聞かせてあげることもできない状況でした。そんな中で神様に真剣に祈りました。どうか母がイエス様を信じて救われて、やがては天に行けますようにという祈りをすることだけが私にできることでした。そうしましたら、ある時にその機会が訪れたのです。それは、実は私の父は心筋梗塞で、手術をして大変な状況だったのですけれども、それがまるで再発したんではないかというように不整脈が起き出したそうです。それで本当に心配して、検査入院をするということになりました。ですけれども、母を一人家に置いておくわけにはいかず、とっさのことだったので困ったようです。そしてその父が入院するその日、兄弟たちは誰一人都合がつく人がいなくて、父はしぶしぶ私に、なんとか今日母を世話してくれないかという連絡が来ました。私は祈りを聞いてくださった神様に感謝しつつ、母の世話をしました。そして母をお風呂に入れ、下着から着ている服全部を新しいものに取り替え、そしてゆり椅子に座らせ、私がその下の地べたにひざまずいて、やっとこの時が来たと思って、母に賛美歌を歌いました。それは、我が罪のために十字架につき、その命さえ捨てられた主という歌詞でした。で、下を向いて歌っていたんですけれども、何か異変に気づき、ふっと目を上げると、母が胸をこう叩いて涙を流していました。
私は驚きました。その時に私の思いの中に、今信仰告白に導きなさいという、そういう思いが湧き上がりました。そして母にイエス様信じると問いかけると、なんと母は応答できない母だったんですけれども、それに対してうなずいたんです。それで人々を救いに導くときに祈るんですけれども、それを信仰告白というんですけれども、母に信仰告白の祈りを一小節ずつ導きました。なんと母は何も訳もわからない、相手に対応することもできない母だったはずなのに、きちっとすべて信仰告白の言葉を私が言う通りに話しました。そしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします、アーメンまで完璧に信仰告白をしました。そしてその後ふと気づくと、またいつもの重度の認知症患者へ戻っていました。本当に神様は真実な方であり、一人一人を愛してくださっています。そして母は救われただけではなく、まだ神様の恵みは続きました。そして救われた後、主人が牧師に任命されたのです。でも父は愛も変わらず私を拒否していますので、そして救われた母がなぜだかハレルヤと言うようになったそうなんです。それで父はなお私を警戒しました。ところがそれから間もなく母がベッドから落ちて大腿骨骨折をしました。母は病院に入院しました。ですから家族がいないような時を見計らって母の病室に行って、牧師に立てられた主人が病床洗礼を授けることができました。神様の導きは完全なものでした。本当に心からの感謝をするとともに、神様は本当に祈りに応えてくださるお方です。今日のお話はこれまでですが、聞いてくださったことをありがとうございます。感謝します。